ここ開けてない。開けてないよね。行きます。よし開けて。開けたってばせろー。はい、お水の研修のリザです。ザキです。ヤマトです。チカです。絵画神経衰弱、イエーイ。絵画で神経衰弱をしたいと思います。おー、イカサマ氏がいる。イカサマ氏を使った絵画ね。即カードに関する絵画で、ね、いいですね。すごいね。はい、早速なんですが、はい、ちょっと皆さんにはね後ろ向いててもらおうかなと。あ、神経衰弱を用意されるわけね、はい、なるほどね。はい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 、はい、あ、でもまあまあクイズ王とかやっても大丈夫なのかな。いいでしょ。クイズをやっていていいのかがすごい不安になってきた。伊沢さん、そういう向きの後ろじゃない。あ、準備ができました。よっしゃ。おおおおやばいやばいやばい。形がポテラ側から横長まで。あいつ違うじゃん。今回は絵画で神経衰弱をやってもらうんですが、はい、見ての通り絵画それぞれによってサイズというかね比率が違いますね。本当だね。同じサイズのやつ選べばなんですが、今回揃えてもらうのは同じ絵ではなく、うん、同じ作者の絵です。ああ、なるほどね。面白い。確かにこれと同じ絵とか絶対ないもん。それはそうだ。これは確かに新しいですけど、うん、でも形状がやっぱこの絵なんじゃないかヒントになるよね。そうですね、うんうんうん、形もヒントにやってもらえればと思います。はい、はいはいはい、順番はじゃんけんでお願いします。最初はグーじゃんけんパイ、勝ち一番。それでは早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあね、この細長い毛が気になってんだよな。お、これのちょっと見当は僕ついてなくて、これ結構分かってる人がいるかもしれないから、ね、情報をね平均化しようという。これ結構予想あるな。せーの、赤。うん、あ、なるほどね。これか、違ったわ。もう分かってるから言うけど、高橋優一の鮭だな。うん、鮭ですね。これは鮭だ。シャキシャキ。この次に細長い絵を開けてみましょうよ。おー、なるほど。細長いシリーズ。細長いシリーズ。あった。おお、これこうでしたね。うん、ちょっと待ってよ。よいしょ。まあまあ、これは外れですよ、どう見ても。こちらは外れです。どっちも教科書の表紙になってそうやな。これでも分かんないな。どうぞ。ね、比率ヒントになるとはいえ、今ので縦横があることがちょっとね。そうそうね、これは相方出たら分かりそうだからここでやるのはちょっともったいない。多分これみんな大体見当ついてる。もう、まあ、ほぼ分かってる、まあ、あれかな、相方を探しに来たくて。そうね。じゃここ行きますね。じゃあ、はい、ここ行くぜ。ドン。おーおーおー、はい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 、めっちゃ書いてある。大橋あたけのって書いてある。本当だ。答え。大橋あたけの夕立答え。これはね、日本画ですけど、うん、ね、違いますね。うん、長いくか。まあそうだよね。日本画っぽいやつだもんね。そうだね。でも横長のやつかもしれないよ。そうなんだよ。そうなんだよ、これ。これこれとか。おお。それね。はい。行ってみよう。はい。行ってみよう。せーの。ドン。あー。違いますか、作者。違いますね。諦めに違うだろうか。江戸の名所になかったような気がしますね。江戸じゃないか、これ。江戸じゃないだろ。さて、さあさあさあ、狙いを持っていこうか。ちょっと待って、覚えたかい。そう、なんだっけこれ。よし、じゃあ山本が思い出したらね、俺はこれをいこう。はい、ちょっと特徴的な形だよね。頼む。はい。あー、なるほど、なるほど。あー、なるほどね。あー、はい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 、出てないな。あー、今んとここ作者わかるね。そう、いやまだわかるのが来てる。ということで、じゃあ1枚ぐらい送りますか。はい、はい、こい、ゴン。うわーはいはいはい、あーはい、あーはい。アダムの創造の作者僕わかんないんだけど。アダムの創造って何ですか。アダムの創造って何だろうね。その前にこの名画を裏側守備表示に変更。なんでやねん。そんなあれなのかよ。ダメだって。まあ一回開けちゃおう。わーい。こちら正解です。イエーイ。どちらもミケランジェロの作品ですね。そうですね、はい、これがアダムの創造で、うん、これが最後の審判。そうですね、キリスト教を題材にした宗教画ではあります。最後の審判、キリストは真ん中にいて死者を裁いて、左側が天国で右側が地獄に行くっていうやつですよね、うん、こっちはこうアダムの創造、最初の人間であるアダムを神が想像して今生まれようとした瞬間っていうね、うん、ね、思いの想像できなんてだったですね、はい、最高。しかもめちゃくちゃ近くにあるやつらじゃないかこいつら。いや、これシスティーナ礼拝堂の壁画になってるやつかな。そうですね。うわー、くそー。いやー、デンゲット。これ最後の審判だと思わんかったな。もうでギュッてなってるよ、ね、元がね相当大きいのでね、 13×12m ぐらいの多分デカさがあるので、これは本当に大きいですよね。ギュッてなってますね。どうしましたら正解したので続きましょうか。ミケランジェロ、いいね、
うしようかな。ちょっとこの正方形に近いやつも行ってみますか。赤。おっと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 、あー忘れそう。言わんやわからん。同じ作者の絵を当てればいいわけですから、確かにね、タイトルだったり作者が分かんなくてもなんとなく似てる絵だなでいけるかもしれないですよ。似てる、はい、当てた、あれ当てた、似てないよ、間違えた、自分の顔間違えた。その前に、この名画を裏側守備表示に変更。なんだあの変な、あ無意味な守備表示。これはどうですか。違いますね、はい、これちょっと自信ないから、うん、違うとこ行こうかな。開けてないとこ行こうかな。ここ、あ、これ開けた。あー、やるんだよ。ここは開けてない、うん、行きます、はい、せーの、どん。あー、はい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 、まだ出ないし、あ、守り入りやがった。こちら間違いですね。あー、違うか。さあどうしようかな。もう一回見るか。もう一回見る。こいつをもう一回見よう。開けた。開けたね。いやでもやっぱ俺いい気がするんだよな。いやはい、こちらどっちもモネなんじゃない。こちら残念。違うんだ。助かったぜ。ちょっと画風似てんなと思ったんだけどな。ちょっとモネっぽいよね。僕に一番近いこれを生かしていただくぜ。お、あった。あ、お、見たことある。これってあれだっけ、その馬がギャロップする時の姿を初めて正しく描いた絵みたいなやつじゃなかったっけ。ちょっと違うかな。でもいいところは言ってますね。見たことあるけどタイトルや作者が思い出せない。多発してるな、ちょっと。あ、お、お、お、こちら残念。さすがに、なんか全部見たことあるな。見たことあるけど全然思い出せないよ、マジで。ちょっと一個思いついたのあるから行ってみるかな。うん、えい、うん、見たかったんだ。あー、いや、そうそうそう、えい、はい、こちら正解です。うわー、やったなー、マジで。これオイランか。一旦ね、スルーされた時どうなるかなと思ったんですけど、特にね、鮭なんかはそれこそ教科書とかで見るかなと思います。生活に近いところも。そう、写実性を伝えたかったからこそみんなが馴染みのあるモチーフを描いたっていう風に言われています、うん、これね、嬉しいことに両方とも芸大の美術館にあって、そうそうそう、そうなんだ、ね、私にとってはちょっと馴染みのある絵でしたね、両方。そうなんだ、うん、よし、じゃあ、この行ってみよう。お、行くぜ、うん、どん、あ、あー、あー、え、あー、叫び。ムンクの他の作品知らなくね。えい、はい、行くぜ。絶望回復。あ、あ、あ、導いてるね。残念。はい。あ、メディズ号のイカだね。エクソモの競馬ね。テオドールジェリコかぶりなんじゃないでしょうか。こちら正解です。イエーイ。さすがですね。うわ、確かに。そうです。一番有名なのやっぱね、あのメディズ号のイカだと思うんだけど、俺これは実際見に行ったけど。うん、馬が走る様子、これ間違ってる。あ、間違ってる。そうそう、こうはならないんだ。なぜならまだこの時には写真が発明されていなくて、馬がどう走るか実際にみんなが分かっていなかったから、馬を走る様子がこうなって描かれてしまったっていうような例になりますね。なるほどね。なるほどね。さあ伊沢さん、続いて、ムンク、ムンク、マジマジ、それそうなんです。これでしょ。あ、これムンクなの。伊沢さん、こちら正解です。これムンクなんだ。ムンクなんだ。生命のダンス。そういうのですね。ちゃんとしたタイトルは覚えてなかったけど、叫び出た瞬間バーンになったけど、最後に気づかれてなくて、危ない危ないと思って。行くぜ。うん。どん。あー、あー、え、生命のダンスは生命のフリーズっていうシリーズがあって、その中の一作とされています。なんか日本にムンク展来た時に生命のフリーズを基本にしてたはずで、そこで見たか、そこで類似作品を見たかの記憶だね。まあ、とりあえずここはね、あのチャレンジなんでめくります。はい、お、あ、おいおい、はいはいはい、出てねえよまだ。うん、この中でなんかこいつがね、結構横長なんじゃないかな。あ、うん、結構長いね。うんうん、こいつなんじゃないかな。あ、行くぜ、ほい。あ、違った。すぐ閉じましたが違った、はい、あ、やめろ。やめた。うわ、もうやばい、流転しちゃった。あー、知らないやつ来い、知らないやつ来い。あー、終わった、あー、終わった、あー、あー、終わった、あー、めく
ベベ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 。正解です。イエーイ。やっぱり、いやー体感、正解者がまさかの画面にいないんです。セセル点はね、横幅40メートルありますんで、40メートルすごいね。こういう形にするしかなかったんです。新作だよ、まあ、天から降った水がその巡り巡ってまた空へ戻っていくっていうようなサモア描いた作品ですね、うんうん、ムガの方は禅の境地としてムガあって、それをちょっと人として描いたものとしてされてますね、うん、無の理想を描いたっていうことが注目を集めた一作です。でもまあ引っ張られるか、そっからめくりやすくなるしね。いくぜ、ポン。分かったんかい。では鶴崎さん、うわ正解です。イエーイ。あなたはそうだな。ドラクロは女神が革命するぞって言って、まあ、これは架空の人物のアニだけど、フランス7月革命、うん、はい、様子を描いた絵画ですね。様子の虐殺はなんかギリシャでしたっけ。そうです、ギリシャの島で起こった虐殺で、ギリシャが独立しようとしてたんですけど、うん、それを弾圧するそのオスマン帝国っていう形、それを描いた絵画ですね。ローマン主義を代表する画家、この2枚の絵画にもよく現れてるかなと思います。イエーイ、はい、いやー、それを引かれるときつい。どうしようかな、ちょっと、いや本当にわかんないんだな。まあこの辺当てるか。あ、これだ、これだった。ヒント増やしてくれよ。弱っ、同じことやろ。なんでだよ。え、どうですか。間違ってます。あー、残念だな。まあここ行こうか。えい、あなるほど、なるほど。いいんだけど、うわどれかなってか、これな、あ、これはあれだ、これは感じしてる。じゃ、ここ行こうかな。また感じしてる。隣行ってみようかな。はいはいはい、ここ行きます。お、えい。これがね、意外とたくさんあるんだな。いや、本当はやりたかったことはわかる。そうでしょ。俺も同じことをしたいなと思ってる。イエス。おー、マジか。おー、 あんまめくんないでほしいのね。なんで、頼む、来い。違いました。なんか上向いてるな。これなかったっけ。違うかな。鶴崎さん、正解です。イエーイ。何してんだよ。ミスったでござる。もういや、もっとあれでしょ、サトゥルヌスだと思って縦長のを選んだ。俺もサトゥルヌス狙いで縦長を選んだら持ってかれてるよ。完全に持ってかれてる。どれ当てたか分かんないんだよ。そうそうそう、意外と分かんない。開けるか。それだけが俺の有利さにつながっている。あー、なるほどね。なるほどね。実は区別ついてないため、50パーにかけてこれ開けます。正解です。はい、あざっす。明らかにそうだろ、お前。あざっす。ないー。ちょっとね、北斎と広重のね、区別実はついてないの。はい、こちら、どちらも歌川広重。最初に皆さんが何度もめくってた方は、名所江戸百景の大橋あたけの夕立ち、ね、書いてある通りですね。うん、俺一番めくってねえよ。53や100といった大きい数字は広重の兄だ。36は少ないから、北斎なんだ。これで皆さん、一旦覚えましょう。追加ターン。一旦パスしとる。うん、これ開けてないんじゃないか。ピッ。あー、あー、おい、おい、知らないんです。鶴崎さん、正解です。イエーイ、はい、ね、これマジでパーフェクトあるよ。モネ、あざす。モネのラ・ジャポネーズと印象日の出ですね。はい、物の形だったりとかもはっきりしてる方かな。睡蓮とかをイメージしたり、それこそ印象日の出とかをイメージしたりしているとちょっと違うかなっていう形。印象派っていうイメージあるとちょっと間違いやすいというかね。印象日の出は印象派の由来になった作品ですね。まあ、最初に切れられたんでね、これね。ぼんやり仕上がってみたいな、ちょっと批評というか非難するような意味合いでの印象派という言葉だったんですけれど、それが後に潮流として成立していったっていうような背景があります。アディショナルターン、よかる。多いんだよ。あ、でもダメ、もう終わって、いいよ。どれ開けてるかってもう分かんないんだよ。まだ俺ギリ逆転っていう。何が出た。これは分かんない。うん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 、これはもう見たことあるわけ、うん、分かんないから、まあしゃあない、これ開けよう。これ、いや、はい、こちらの2枚ですが残念。おお、ぽいと思っちゃった。いや、ちょっとね、これは正体がね、ちょっとね、掴めてないんだよ。絶対見たことあるはずなんだけど、だ、ね、まあまあ一旦。本当に見たことありますか。え、ない。いや、ちょっとわかんないですけど、山本が、あの、一枚でも取ると俺がそもそも厳しくなる。ここかな。ほうほうほう、行ってみよう。行くぜ。ドゥン。
お神経衰弱だよ。いやそうなんだよ、最初からそうなんだ。最初からそうですよ。えい、あー、もうよし、どこなの。へえ、山本さん正解です。はい、いやもう完全にこの沢の色使いがごっこすぎると思う。あー確かに、ごっこはねタッチ独特だから、うん、タイトルを知らなくてもちょっとわかるかもしれないですね。よしよし、赤いぶどう畑はね諸説あるんですけれど、ごっこの生前に売れた唯一の絵っていう話がよく聞かれる作品ですね。はい、ここここ行きます。えい、おお、なるほど。え、ここだな、ここ開けてない、開けてないよね。いきます。いや、それ開けて。いやいや、これ嘘、これフェイクです。いきます。いや、これ開けて。えい、開けたって。開けろー、開けたって、開けてんな。開けたって、開けたって。山本さん、開けてましたが正解です。はい、え、だから開けたからやめろって言ってたよ。そうです、やったー。これジャックルイダビットなの。全部違うここに全部違うやつやってられた。ジャックルイダビットといえばナポレオンを描いた絵画ですけれど、うん、最初にめくった方がサンベルナール峠を越えるボナパルト、うん、3つ目があのアルプスを越えるナポレオンですね、うん、もう1枚が球技場の誓い、うん、またはテニスコートの誓いの場面を描いた絵画です。え、これテニスコートって屋内なんだ。そうね、これあるよ、これあるよ。マジで覚えてない。いきます、せ、はい、えい、あーってことは、えい、あー正解です。いやいやいや、これ見て思い出した。ありがとうございます。はい、こちらはどちらもマネの作品ですね、はい、マネもいたんですね、はい、ポリーベルジェールっていうそのミュージックホールがあって、そこの中を描いた絵画ですね。後ろに鏡がね描かれてて、そこに反射する形でホールの中が見えるっていうちょっと面白い構図になってる。なんかこの構図が嘘なんじゃないかみたいな議論があったんだけど、実際にセットみたいなの組み立てて撮ってみたらありえたっていう、なんか実証実験がね、実際に鏡でここまで映るか映んないかみたいなやつですね。あの神話だったりとか宗教だったりとか、そういう何か題材があって女性の裸を描くことっていうのはあったんですけど、何でもない人のその裸をいきなり描くっていうことがなくて、これっていいのかっていうところで糾弾されたっていうような、そういう一枚になってます。行ってみよう。えい、おお、いやー、まあ違うかミスったんですか。ミスった気がしたんだけど、可能性あるよ。山本さん、こちら正解です。これそうなんだ。そういうフェイクなんだ。はい、モノリアンといえばやっぱりイメージするのはそういう抽象画なんですけど、実は画家を始めた最初の方は風景画だったりとか、ちょっと写実的な絵を描いてたんですね。見たことないね、これね。そのコンポジションを描く20年くらい前の作品ですね。そう、だから20年でそんなに画風が変わったっていう、うん、時代的にはでもさ、後期印象派ぐらいの時代だけど、うんうん、ちょっと印象派っぽい画風ではある。完全にそのゴッホとかスーラとかに影響を受けて描いてた、うん、いや、そういうイメージの絵だよ ね、うん、これね。ってことはこれ開けてなかったってこと。そうだよ、そうだよ。モナリザかな。えい、モナリザだ。あ、端っこだった。開けてなかったんだこれ。ということで、えい、わあ、正解。イエーイ。というわけで、はい、鶴崎さん6セット、山本さん6セット、伊沢さん2セットということで、優勝は鶴崎さん、山本さん。イエーイ、やったー。イエイイエイ。こんなに神経衰弱できてたのこの人たち。誰よりも位置を覚えてたし、そこそこ回が分かってたのに、なんでこんな負けんのよ。さあ、ということで今回は回が神経衰弱やってきましたけどね、僕結構そのジャックルイダビットとか好きなんだけどさ、こんだけ人がいてさ、多数の画風があるって、こうお気に入りの画からのちょっと広げるみたいなね、うん、そういう見方とか結構面白いと思うんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。それでは、さよなら。さよなら。